リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、先日ねお話ししてたレオパの産卵ショーのあのお話ですね、産卵の床のお話ねでございます。実際に作りました。まあちょっとクリアが結構クリア度の高いちょっとタッパーを買ってきて、コンパス式のカッターを買ってきました。ホームセンターで500円ちょっととかだったかな。はい、でこっちがあのコンパスの穴の部分があって、でここに刃がしまってあるんだけど、まあ、これでね回してやると刃が出てくるよっていう、まあ、ちゃんと安全設計になってますね。あとはいい位置でこう合わせてくるくるくるっと回してあげるって感じで、でもう作ってしまいました。ちょっとだけあの最初カッターの部分を失敗してしまって、なんかここだけ荒い感じなんですけど、ヤスリあのこの後かけて使うようにしようかなってところです。でここに下にあるんだけどバーミキュライト入れて、バーミキュライトをあのスプレーでねあの湿らしておいておくって感じですね。でこっちは産卵用の床にして、で産卵が確認取れたらこっちに移して、ここにまあ2センチぐらいかな、これもバーミキュライト入れて湿度高めて30度ぐらいのね管理できるところ、あの、まあ、これがその横に置いてるんだけど今ね、ちょっとサイズ確認するのにちょっと出してきたんだけど、はい、これに入れてあの卵の管理をしていくって感じですね。であとはまあこの辺にこれに水でも入れといて、あの中の湿度を高められるようにしようかなってところです。で今あの新しいケージの方ですね、ケージのレイアウトとしてはこんな感じになるかなというところです。レイアウト用に作ったオブジェクトですね、これ私が自作で、でなんか木の板に100均とかに売ってる、これクリップスタンドみたいなやつね、これ家にあったのでこのクリップスタンドを間にかませて、であのぐるっと巻いてるってね、接着剤でつ止めてって感じですけど、でレイアウトとして奥に入れとこうかな、手前だとこれちょっと目立ちすぎるんで、こんなレイアウトになるんじゃないかな。でちなみにロペたちのお部屋の場合はロペのお部屋が今これはシェルターが逆なんでね、あっちはねまああの2個置いてるんだけどケージをね、で真ん中に大きめのヒーター M サイズのヒーター入れてるんだけど、あのこっち側とこっち側が温まるようにってなってて、でロペのとルフのお部屋がこっち、子供たちのお部屋は右側なんで、左側なんで、まあ、ここがねヒーターが当たるところと、ロペたちの方はヒーターがこっちが当たるようになるんだよね。でもこうなった時はレイアウトがこう逆になるかなと、こんな感じでね。でプラスこの桜のねやつをこんな感じで入れようかなと思ってます。奥にねいい感じなんじゃない、これどうしよう、斜めかな、うん、まあちょっと実際置いてみてだな、あーでもこうでもいいか、あこれいいじゃん、うん、こんな置き方にしようかな。シェルターはねあの普通のあのこういう黒いタイプじゃなくて、あのこういうタイプの普通のシェルター使ってるんだけど、ロペとルフの方ね、こんな感じでいいんじゃないかな。でうん、手前に置くより奥にある方がレイアウト的には良さそうなんで、うち あのロペ様はね、ロペ様もルフもね、ちょっとイメージとして私は桜のイメージが、まあ、あと和風なイメージをねちょっとついていて、こんな感じでねオブジェを作りました。レイアウト用なんだけどね、別になくてもいいと思います。あの本当にシンプルな構造にするんだったらペットシーツにただシェルターを置いて水飲み場を置いて終わりとかでいいと思うんだけど、私はちょっと和風なイメージをねあのケージ内で作りたかったので、こんな感じで、はい、ところですね、うん、
とりあえず用意するものは一通り用意するんだかな。ちょっとね、あの左側はちょっと今作業しててぐちゃぐちゃなんでちょっと映しませんけど、今のとこの辺片付けてる感じかな。これ以上物入れられないしね。なんかね、こういうあの水槽とかで使えるやつもあったんだけど、入れる必要ないし、これもなんかいいなと思って100均で買ったけど、うん、入れる場所ないからね。入れるんだったらこの畳自体もういらなくなっちゃうし、でこれがあったからってこれ使わないだろうしね。あの特に乗っかったりもしないでしょうって考え、なんであっちを入れる方が綺麗かなというところですね。はい、まずはねそんな感じで準備だけ整えてって感じでございます。本当は実際卵を産んでからどういう風になるかっていうところをね、見ていこうかなっていうところでございます。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらのフォロー等もお願いいたします。また過去に様々動画上がってますので、そちらの方も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということでリントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。